丈夫。トリックオアトリート。お菓子をくれないといたずらするよ。トリックオアトリートです。あらあら、こんにちは。お菓子、お酒のおつまみでもいいかしら。お酒のおつまみ、大人のお菓子ですね。アダルトなお菓子食べてみたいかも。それじゃあどうぞ。きっと5人で食べるのよね。たくさん渡しておくわ。わあ、ありがとうございます。ホタテの貝ひもいっぱい嬉しいです。不思議な見た目、いっぱい噛み続けられそうだね意外と白ワインにも合うのよ。ありがとうございます。いただいていきますね。トリックオアトリート、リリカさん。お菓子をくれないといたずらしちゃいますよ。なんですの、いきなり来てお菓子を要求するなんて。お菓子ならシーモアの方が潤沢でしょ。うん、でも今日はハロウィンだから。ハロウィン、なるほど、そういう思考でしたか。さすがリリカちゃん、察しが良くて助かります。さあ、トリックオアトリートですよ。仕方ありませんわね。それではこちらを差し上げますわ。これはウイスキーボンボンですか。ええ、アルコール度数はそれほど高くないですし、私たちでも食べられますわよ。ホタテの貝ひもとも合うかな。おつまみですもんね、合うかもしれません。何の話ですのリリカちゃんのお菓子にちょうど合いそうなものがあってよかったねって話してたんです。うん、それじゃあまたシーモアに遊びに来てね。そういうわけで、トリックオアトリートの成果です。美味しそうなお菓子、いっぱいもらえたよ。用事があるって言ってたのはこのことだったのね。うん、タマちゃんと萌えりお姉ちゃんはお店でお菓子を配ってたから、もらう側もさせてあげたいなって思って。はあ、ありがとう、嬉しいよ。でもお酒のおつまみみたいなのが多くない。京花お姉ちゃんも商店街の人たちもこういうおつまみならたくさんあるよって言って。あ、海の町だもんね、そういうものだよね。なんだか釈然としないけど、日本風ハロウィンってことでいいのかしら。うん、そうだね。それじゃあヤクモちゃんと猫ちゃんに感謝してお菓子いただこっか。そうですね、私はお茶を用意してきますねおつまみみたいな感じだけど、これはこれでハッピーハロウィンね。これを聞いてるみんなはお菓子の用意を忘れずにね。猫ちゃんどうしたの。ううん、なんでもないよ